おだつこちこぱぽーたやとです。今日もテータイム付き合っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、ゴールキーパーにブロッカーつけたら意味あんのか検証やっていきたいなと思います。時折コメントでもらうやつをですね、やっていきたいなと思います。まあ予想はね、いくらでも言えるんですけども、じゃあそれやったことあんのかと根拠を持って言えるようになりたいので、今回はやっていきたいなと思います。シンプルな検証になりますので、かなり短めの動画になるかなと思います。よろしくお願いします。明け方に収録したからか声が出てませんが、ジャガイモは元気です。まずは検証方法からやっていきましょう。ゴールキックをカットして、それをシュートを打っていくという形にしていきます。シュートは最低限の力でね、打っていきます。相手のシューターはですね、ムバッペ、ハイフムバッペですね、スタミナも考慮して絶好調のムバッペを持ってきております。打った際のシュセーブを見ていくときですね。でゴールキーパーはですね、トーマスパーティーをチャラクしたトーマスパーリーを使っていきます。ブロッカー持ちのパーリーと持ってないパーリー、これを見比べていきます。調子は普通、チーム性レベルは100で固定をしていますよという感じですね。ここでどれだけ差が出るのかやっていきましょう。まずはブロッカー持ってない方のトーマスパーリーですね。さすがにゴールキーパーにブロッカーがつくまでちょっとね、ガチャを引く気にはなれなかったのでこれで許してもらえればなと思います。はい、ということで見ていただきました。まあどうでしょう、案外止めてくれてる感というのはね、やっていても思いましたけども、まあ、決められて当たり前ではありますので、まあそこはどう影響してくるか見ていきましょう。次はブロッカー持ちですね。いやトーマス・パーリーもまさかね、ブロッカーつけられてついにゴールキーパーやるまでとは思ってなかったでしょうが、ちょっと頑張ってもらいましょう。はい、ということで結果はこちらです。ブロッカーの方がセーブ率だけで言うと低かったですね。いや負けとるんかいって感じですけど、まあこれ誤差レベルなので、まあ、同じと言っていいでしょうね。はい、ちょっと見比べておきましょう。右側がブロッカー持ちですね。左側が持ってない方なんですが、まあ守備範囲がね、広いとかそういうことではなさそうかなと。で、あとは成功率が上がるかとかそういうことでもないですね。同じコース取れる範囲に来たらどっちも止めてるっていうような、そんな感じでした。まあ、あくまでシチュエーション、一つのね、シチュエーションではあるんですけどね、そこまで、差を感じられなかったっていうところですね。ということで結論。ゴールキーパーにブロッカーをつけても、セーブに関係ない。どうします？まあ意外性あんまない結果にはなったかなと思うんですけども、まあこれでですね、やったことによってちゃんと根拠を持ってね、言えるということなので参考にしてみてください。で今後ねゴールキーパー分析も、やっていきたいな、やっておきたいなと、23の間にやっておきたいなと思います。よろしくお願いします。で次回はですね、うまくまとめられれば水曜日に出したいなと思います。よろしくお願いします。場合によってちょっとメンテージになっちゃうかもしれませんが、よろしくお願いします。近距離の手を使わないようなシュートブロックも気になりますか？需要あったらまたやります。はい、ということでいかがでしょうか。皆さんこの結果どう思いますか？皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。年内目標3万人を目指しております。今回のようなですね、こう素朴な疑問も徹底的にやっていきたいなと思いますので、気になった方はですね、ぜひおすすめ出てくるからではなくてですね、チャンネル登録していただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。